それではただいまより安倍晋三総裁の記者会見を始めます。本日司会を務めさせていただきます総裁特別補佐兼筆頭副官庁の柴山雅彦でございます。まず安倍総裁よりご発言をお願いいたします。はい、まず冒頭台風21号により被害を受けた皆様にお見舞いを申し上げます。未だ北上を続けており、政府としては引き続き災害応急対策に万全を期してまいります。我が党が政権を奪還してから5年が経ち、国民の皆様から大変厳しい視線が注がれる中、この度解散総選挙に臨みました。厳しい戦いとなることはもとより覚悟の上でありましたが、困難な課題に挑戦するためには国民の皆様からしっかりと信任を得なければならない、その決意のもとに自民党公明党の連立与党で過半数を目指し、全国各地で私たちの政策を訴えてまいりました。結果として目標を大きく上回る力強いご支持を国民の皆様からいただくことができました。連立与党の議席は3分の2を超え、自民党単独でも絶対安定多数を大きく上回り、今回衆議院定数が10削減された中にあって、前回同様280を超える議席をいただきました。安定した政治基盤の下で、これからも政治を前に進めようと国民の皆様から力強く背中を押していただいたことに本当に感謝申し上げます。そして悪天候の下、足元の大変悪い中で私たちを応援してくださり、投票所に足を運んでくださった皆様に厚く御礼を申し上げます。5年前3年前に続き、三度私たちは国民の皆様から政権を託していただきました。総選挙において我が党が3回連続で過半数の議席をいただいたのはほぼ半世紀ぶり、同じ総裁の下で3回続けて勝利を得たのは立党以来60年余りの歴史の中で初めてのことであります。であるからこそ謙虚に政策を進めていかなければならない、本当に身の引き締まる思いであります。私自身その責任の重さを深くかみしめております。先ほど公明党の山口代表と連立合意に署名いたしました。今後とも自民党と公明党の強固な連立の下で安定した経済政策、外交安全保障政策を進めていく、この選挙戦でお約束した政策を一つ一つ実行し結果を出してまいります。我が国の持続的な成長の鍵は少子高齢化への対応です。アベノミクス最大の挑戦であります。生産性革命によって全国津々浦々に至るまで賃上げの熱い勢いをさらに力強いものとすることでデフレ脱却を目指す、そして人づくり革命を進めていく、幼児教育の無償化を一気に進め、真に必要とする子どもたちには高等教育を無償化していきます。消費税の使い道を見直し、子育て世代、子どもたちに大胆に投資することで社会保障制度をお年寄りも若者も安心できる全世代型への全世代型の制度へと大きく改革してまいります。少子高齢化が急速に進む今、私たちに立ち止まっている余裕などありません。年内に政策パッケージを策定し、可能なものから速やかに実行に移して
まいります。緊迫する北朝鮮情勢に対しても国民の皆様からいただいた信頼を背景に力強い外交を展開します。来月5日にトランプ大統領が来日します。本日も早速お電話をいただきましたが、日本にお越しになったときには北朝鮮情勢についてもたっぷりと時間をかけて協議を行い、緊密な連携を確認したいと思います。その後は APEC 東アジアサミット、世界のリーダーたちが集うこの場を利用してロシアのプーチン大統領や中国の習近平主席ともこの問題について議論したいと考えています。毅然とした強い外交力によって北朝鮮の核ミサイルの問題、そして拉致問題を解決する、北朝鮮にその政策を変更するさせるため国際社会との連携を一層強めてまいります。そしていかなる事態にあっても国民の命と平和な暮らしを守り抜いていく、その決意を新たにしております。少子高齢化、緊迫する北朝鮮情勢、まさに国難とも呼ぶべき事態に対して総理大臣としてこの国の舵取りを担う重責を全うしてまいります。今回の選挙で国民の皆様からいただいた力強いご支持を背に、私は国民の皆様と共にぶれることなくまっすぐに政治を前に進め、しっかりと結果を出す覚悟であります。改めて私たち自民党公明党の連立与党に3度目となる安定した政治基盤を与えてくださった国民の皆様に感謝申し上げます。同時に今後国民の皆様から私たちに対してより一層厳しい眼差しが注がれる、そのことをすべての与党議員が強く意識しなければなりません。今まで以上に謙虚な姿勢で、そして真摯な政権運営に全力を尽くさなければならない、そう考えています。2009年、私たちは野党に転落しました。あの時は本当に厳しい時代でありました。ここにいる同僚議員も含めて、あの時代を共にしたすべての自民党議員の胸に深く刻まれていると思います。私たちは有権者の皆さんの声に耳を傾けるところからスタートしました。国民が何を望んでいるかに真摯に向き合い、党内で大いに議論し政策を磨き上げてきました。その政策をひたむきに誠実に訴えることで、国民の皆様からお力をいただき、再び政権を取り戻すことができた。そしてその政策をこの5年間ひたすらに実行することによって一つ一つ結果を出してまいりました。我が国の未来を開くことができるのは、人々の耳目を引くようなパフォーマンスではありません。耳障りのいいスローガンでもありません。政策です。政策の実行力です。あの5年前の政権奪還の時の初心を決して忘れることなく、自民党が一丸となって、そして与党公明党とスクラムを組んで、これからも全ては国民の負託に応えるため、ひたすらに政策の実行に邁進していく、その決意であります。私からは以上です。はい、それではこれから質問をお受けしますが、まず平川クラブ幹事社から質問をお願いいたします。どうぞ。